闇金から借金した男の末路。ええ、すぐに現金をお渡しできますよ。審査もほとんどありませんので安心してください。うちは倒産ですが問題ありませんね。わかりました、それでお願いします。俺は10万円を即日で借りられることが聞けて安心し、金利についてはよく聞いていなかった。しかしその時はすぐに返せば金利なんて関係ないと思っていた。だが返済が始まると金利の高さに驚愕した。え、こんな利息が高いのか。毎月で返済額が全然減らない。10万円借りたら10日ごとに3万円の利息が追加されるなんて。カイチェル、俺前言ってた金融業者から借りたお金の返済が全然間に合わないんだよ。どうしよう。え、借りた金額よりも返済額がどんどん増えていくんだよ。最初に借りた10万円が今では20万円以上に膨れ上がってるんだ。だから言っただろ、すぐに返済計画を立て直さないともっと大変なことになるぞ。俺も少しくらいなら協力できるから、早いとこ完済できるようにしようぜ。ありがとう。しかしうちの会社は副業禁止なので、給料以外に増えるお金などなく、ギャンブルしようにも元手がなくなる不安に勝てず勇気が出なかった。そして返済が遅れてしまったことで闇金業者からの取り立てが始まった。最初は電話だけだったが、次第に自宅に押しかけてくるようになった。はい、はい、ガン君、いい加減にしろや。返済遅れてんぞ、さっさと金用意しろや。期限過ぎたら利息倍になるって言ったやろ。すいません、今すぐに用意はできませんが必ず返しますから、もう3日だけ待っていただけないですか。お前舐めてんのか。口先でどうにかなると思ってんじゃねえぞ。期限までに用意しねえとお前の家族がどうなるか分かってるか。俺は恐怖に怯えながら何とかお金を工面しようと必死になった。しかし返済額は雪だるま式に増え、ついに手がつけられない状態になった。銀行にも相談したが、すでに手遅れだった。ゴングさん、申し訳ありませんが、これ以上の借り入れはできません。すでに多額の借金を抱えているため信用が低下しています。そんな、どうすればいいんだ。頼るところもなくなり、どんどん追い詰められていった。家族や友人にも迷惑をかけたくないと思い、一人で悩み続けた。どうしてこんなことになったんだ。最初は簡単に返せると思っていたのに、今ではもう借金地獄だ。俺は闇金の誘惑に負け、多くのものを失った。よく確認せずにお金を借りた結果、最悪の事態を招いてしまった。